並べね。え、そうなんよ。七並べ。いや楽しみだな。そう。みさきの再販、え、今日からだよね。でもみさきん前に買ったのが家にあってすぐそこにあるんだけど、そう、まだそれは食べてない。ご飯の方は食べたけど、ラーメンの方は買ったけどまだ食べてない。それが美味しかったら買おうって言ってこと話してた。え、そう、私ね、狙ってね、なんか先月は10位以内で、トップ3は3位入りで、と17位、27位、7位、37位、47位、57位がキラカードがもらえるらしくて、そう、一番下がそのもらえる順位が57だから、57に合わせてちょっとね頑張ってたの本当に。え、終わった時点も57だった。終わる17分前見た時57位やったけど、その後残されたりしてないかなと思ってたけど、本当いけてる、もしかして嬉しい。え、フローレット買ったよか。え、どうだった、どうだった。え、メンバーはそうハート無限だからいっぱいできちゃう。そう、クラコンの柏さんのためにポニティしたみたいに輸出してますよ。うまちゃん好きだもんね。え、私明日ね、髪型ね、雨だとめっちゃね髪がフワフワフワってしてくるから、明日おろしじゃなくて、もうね研究生もお話し会の時髪型のアレンジは OK になったので、明日ポニーテールしてもいいなって思ってる。髪型、そう、お話し会でポニーテールって今まではできなかったから。そうなのよ、6時7時台やってたけど当たらんかった。私はね今日何時台やってたかな、もう8時9時10時なんか結構やってた。でお昼の12時から14時の辺もやってた。結構やってた今日サイン入りもらえそう、本当生誕っていう受け取りに、あ、いいじゃんいいじゃん。どのメンバーさんのフローレット見つかんないの。え、みんな探してんの、嬉しい6位だった。え、めっちゃ上の方にいたよね、見たよ、嬉しかった、ありがとう。ハート無限なんですよ46位になってしまった。うわ、ギリ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 7じゃなかったのね、それは悲しい。そうなの、私実はその調整して57位にしようとしてたけど、なんか勝ちたくない時に勝っちゃうじゃん、勝つとさいっぱいポイントもらえちゃうから、いつもハート3つ使ってるけど1個だけ使って、今回は3位4位だったらちょうどいい得点って思ってた時になぜか1位になっちゃって、一回ね56位になっちゃったの。だけどその後にちょっと後に見たら、多分他の方が私を抜かしたからギリ57位になってたでもそう、56位になっちゃった時、じゃあ47目指すかって思って得点の差見たけど、ちょっと厳しそうだったから、そう、かけてたけど、もしかしたらこれ57来たかもそう、お母さんと一緒にしゃべりも10店舗以上自転車で回ったの、すごやば私も今日セブン行った豆乳のやつをね、なんか前 200ml の買ったら 500ml もらえるみたいなキャンペーンしてて、それの交換行ってきたってことで、今日のお供はこれ、お風呂上がり牛乳ではなく豆乳これ好き、豆乳大好きなんよね。57位狙い失敗して56で終わりました。あ、なるほどね私との入れ違いだったのかそう、ポニーテール、あ、メール取れた、よかった。ちょっと配信より遅くなっちゃったけど、ポニーテいいよね、フラッグの時のポニーテール巻き巻きで可愛いよね。オムランズちゃん、月本ゆなちゃん、山村さくらちゃん、9月20生まれの3人です。お、3人とも買った、いいですね、11期推しですねなんかさ、私11期さんのお披露目公演行ったんだけど、会場にね、あの自分でチケット当てて、その時誕生日一緒でびっくりした、そんなメンバー一緒のことあるって、同じ期でびっくりした、あの時。そうなの、無調整豆乳しか、本当私はこっちをいつも選ぶかも。無調整豆乳もまあ飲む時は飲むけど、豆乳を豆乳飲みます。なんかストローももらえたからこれで飲む。はぁ、と一緒に課題を頑張っていきましょう私はやだけど頑張る。そう、誕生日とハッピーバーメール、ああー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア高橋さん、ハッピーバースデートゥーユーおめでとう、
おめでとう。あ、みんなもお祝いしてくれてる、ありがとう。すごいバースデーメール届いたのね、よかったバースデーメールは毎年違う感じのがね届くから、そういいよね、1年に1回しか届かない特別なメール、ありがとう。いつもメールを取ってくれて、メールすべてに返信をしてくれて本当に私はさ、まめに何かをするってことは、配信は今頑張ってるけどあまり得意じゃないから、全通にメール返信できしてるのが本当に尊敬、本当に尊敬、すごすぎる。いつもありがとう、これからもよろしくね、ありがとう。すごいよね、メール全通に返信。私は大変だ。特に私の誕生日の辺とかさ、誕生日までに777通目送るみたいなことさ言って、めっちゃ一日にいっぱい誕生日の人が送ってたから、返信大変そうだよねありがとう、いつも返信してくれて。そう、豆乳を投入します。あ、でもこれ形的にちょっとむずいのも、うん、おいしい。豆乳はそのままでもいいけどさ、温めてもおいしいよね。なんか湯葉みたいなのできるよね膜が。そう、ダジャレえって言われちゃった。メンバーによっては確かに正月に100通を送るメンバーさんいらっしゃるね。リコチさんだっけ。確かにそれはね確かに100通、しかも基本毎年さ元旦公演あるのにさ、それもありで100通ってすごいよね。たまには返信しようかな。え、待ってるよ返信毎日見てるよ、嬉しいな。リンゴ酢、リンゴ酢豆乳、へえ。豆乳、私なんだろう、豆乳はそのまま飲むことが多い。豆乳でさ、これよりもっと大きいサイズ、1リットルサイズ、2リットル、あれは1リットル、2リットル、一番大きいサイズあるじゃん。私なんか遠出の時あれ1本飲んでたあの大きいやつ、豆乳好きすぎて。そう、買いすぎたから会社の引き届きつけと唐揚げ屋の店主にお裾分けした。え、いいじゃんイソキン、すごい話題になってるよね毎回。いちごルームの男女で牛乳ルームより上にいるという、なんだって超誕生日、確かに正月生まれだもんね。そうだね、そうだね、千穂さんが最初だった。あ、そうなんだ、千穂さんが作った伝統なのねすごすぎるよね100通って。そう、昨日の、え、見た、ショールーム終わった後に見た。そう、あげてくれてたありがとうそう、新作いそう、え、スタバでしょそれな。今日もかわいい、嬉しい。今日はお風呂上がりだよ。まだね、お風呂上がって多分30分経って、30分ぐらいだわ多分。私なんか髪長いけど髪かすの早くって、そうそうなんよ、乾かすの得意。そう、いちごよりも多分乾かすの早いんよ、いつも。どうしたらそんな早く乾くのって言われるけど、そうなのよいちごも豆乳を豆乳って言ってたいちごもさ、豆乳もらってっていいって言ったから、いいよって言ってもらってた。ゆでたってやばいタコさんじゃん、いいね。ドライヤーいいもん使ってる。でも風量がしっかりめなのを使ってる。あとはなんだろう、毛先の方も大事だけど、やっぱ頭皮の方を中心に乾かしていくと早く髪乾かし終わるかも。髪ほんと長いよね今、長い。でも長いとヘアアレンジいろいろできるからね、いいよね。今めっちゃ長い、ほらほら、ここまである胸下まであるかな、胸下まであるわ、伸びてきたすごい AKB の話してる、いつもやんってことで、私は本当はねやりたくないんだけどね、ちょっとあの提出が明日までなので学校の課題をしようと思いますそう、
そうまだ伸ばすかって、どうしようかな。でも私この辺のまで来るともうあんま伸びんくなるよね。髪の毛って一定の長さいくと伸びるの遅くなるから、佐古さんとかそう思うとほんと長いよね。そうだからどうしようかな。ではまあ成人式までやらんかな。課題をしなきゃいけない、やばい。そうシーズ送られてきた。もうなんかスタバ仲間やと思われとるやん。あー通知がいっぱい。久しぶりにこの iPad を立ち上げると通知がすごいんだ。よいしょ、課題しましょう、頑張ります。今月は課題あるけど来月はなんか謎に来月だけ課題がないから頑張るぞ。うん、スタバ仲間やばい、毎回ごてなってる、うわ羨ましい。そう配信しながらする。そうブログ200回更新、グータス300回やば。グータス、いちごが言っとったな、グータスって単語が懐かしいって。うまっ。月末の定番課題。髪の毛のメンテしてました、染めてた。私は今日はいつも髪はいつもよりオイルをちょっと多くしてツルツルにして肌の方をパックしたんだ、さっき。そうググタス強化はどれにしようかな。そうイチゴがそうなの、忙しいんよ。でもイチゴがリンリならいいよって言ってくれた。リンリンならやってくれるらしい。でも申し訳ないからいいよって言ったけど、やってもらえたらすごくありがたいっていうのが本音。今月はねとってもとっても忙しかった。今日が3週間ぶりのお休みでしたから私。そうっていう言い訳をします。そうグータスってワード使った、そうよね。すごい、私パレード揚げ鶏とハッシュドポテト、そうパッカーサランラップとなくりしないから。そう問題を読むと教えてくれるかも、やばい、教えてもらいたいとこではある。よいしょ、との教科もやりたくない。との頑張るしかない。英語頑張ろう。でも英語今回問題数少ないや、頑張れ、調べてやればいいんだ。やらなきゃなのにさ、やらなきゃなのにさ、ものすごくため息。頑張ろう、課題配信。今名詞ため息が出てきた。ほんとそうだよ、ため息って感じです。もうなんでね、なんで1ヶ月って30日ぐらいあるのにさ残しちゃうんだろうね、課題って。ほんとに英語、そう今日始業式だったから夏休みの課題で会うと、あそうだ。いや結構やばい。私のところは夏休みっていう夏休みもないから、そう毎月のそう課題って感じだからなんとかなってる。今日はどうしようかな、1教科か2教科終わったら七並べしようかな。七並べのさあれメンテナンスが終わったら教えてほしいな。そうみんなと一緒にね七並べしたいんよ、このメンテナンスが終わったら。ディファレントは違うです、これはカーですね、カカアイユーカカ、よいしょ、カ
課題大変だ。でもこの課題をさやる配信もきっともうね数回しか見られないじゃん。もうちょい私は卒業予定ですから予定ですから、まあ多分できるけど、まあできるというかするんですけど、卒業よいしょよいしょ、高校生までですね。分数よいしょ調べております。私これは絵ですね。はい、はい、卒業できますから絶対にできますから、ね、世界史からやりましょう。嫌です嫌です。そう今回は長い。そうなんよ、長い。卒業得意、なんだろうね、何が得意なんだろう。で文章書くのは得意、文章書くのは得意で、数学暗算とかは得意やけど、あの関数とか入ってきたあたりから無理ってなったタイプものによる。メンテナンスね、長いね今回。予定は見て、本当に卒業予定って聞くとドキッとする。それするアイドルの口から聞いて一番ドキッとするランキング1位だよね。そう卒業怖い、卒業ってね、そう言葉怖いよね。私も何度も卒業という言葉でね落ち込んだか私もアイドルが好きだからね、頑張ろう。自分に言い聞かせるんよね、できるよできるよって言って。これはいいですね。いいですね。メンテナンスいつ終わるかな。でも基本きりいい時間終わるから8時とかやまらんかな。8時半とか。そう卒業と自体は本当に怖いですそう卒業報告だと思ったら学校の卒業、確かに3月に私もすること可能だよね。メイクレシピさ、X 今流行ってるよね。私も作ってみたいんけどさ、なんせ私は編集苦手人間ですからそう苦手人間ですからできなくてですね、そうできるかできるかな、苦手ないよ。だからそうよくいちごとか友達に手伝ってもらう、なんかお話し会のとか作る時とかも。そう苦手人間すぎて。あとコスメはねいろいろ使ってるんだけど、私がここ配信で今さ、これは下地はこれ使ってて、ファンデはこれ使っててって言って誰か作れんのかな作ってほしいぐらいだよ本当に。そうちょうちゃんに感謝されてるナナさんのメイクレシピ上がってX に？本当？いいね。はってか自分作ったん？作ったん？画像編集。できるかな？ディオール使ってるか、ディオールは私はチークがディオールかな？あのお友達にもらったものなんだけど。何を作るかな？何を使ってるんだ私。でもデパコスもあればプチプラもある。デパコスだったらなんだろう、ジレスチアートとか、ジレスチアートっていうねメイクのブランドがあるんだけど、すごい可愛いの。もう本当に女の子って感じ。画像を提供したらきっと誰かがしてくれるかないちごがナナさんの見て2つ一緒って喜んでた。私も見たい私も見たい。乃木坂メンバーさんとかで流行らんのかな、見てみたい。乃木坂メンバーさんとか、やばい、こうやって言って私は課題からちょっと手をちょっとね距離を置いてしまうナナさん何ファンクラブのであげたんかな、それか X にあげたんかな、気になりすぎる。もし X だったらさ見てみたい。あ X じゃん。あ
ってるの。使今現在進行形ではないけど使ったことある含めて、ノナさんと一緒は1個2個2個かな、2個使ったことあるかも。使ったことあるは使っていた。 UV イデア XL プロテクショントーンアップってやつと、メイクキープミスト EX プラスってやつ、この2つは私も使ってる。うん、メイベリンは持ってるけどこのシリーズではないんだよね。私のさ、メイクに一番近い方いっぱいなかったさ、私とコスメがいっぱい被ってる方いらっしゃらないのかな、気になっちゃうよね。でも人によってさ、肌の元の色とかでさ発色が変わったりとかもあるからね、コスメってむずいよね。かなとか言ってたよね。メイクレシピか。そう、いちご加えたらすねちゃう、確かに。ゆうなのブログに行く姿も私は一見なんだって気になる見てみよう後で。そう、いちごちゃん喜ぶ。あ、そうなのね、ありがとう。 X か、なるほど。そう、ロムランドとかもね使いがち、リップとか有名だよね。メイクレシピ、うん、いろいろ使ってるからね。それこそ明日さ、明日とかさメイクする予定があるじゃん、お話し会だから、その時になんか確認してみようかな。写真とか撮っといたら分かりやすいよね。で後からしっかりした写真を持ってきてさ、結構 AKB さんのメンバーさんとかされてるよね。うん、 SKE さんもだ、かわいい。うん、でもやっぱバズったコスメとかはさ使ってる方多いね。うん、なるほど、いっぱいあるね、いろいろあるね。そう、私はそうだね、メイクさんにおすすめされて買ったりとか、メンバーにそうおすすめされたりとかがやっぱり多いかも。そう、コスメは同期内でよくね共有したりしてる。そうなんよ、メイク。豆乳美味しすぎる。雨あんま降らなかった、本当。私も想像よりは降ってなかったけど、それでも普段よりは降ってたね。雨気をつけなきゃですね。でももう今日から明日のお話会行くまでは家にこもるので、こもる作戦なのでもう外は出ない。よし、教科書を使ってやっていきましょう。ページは52ページ。よいしょよいしょ。授業で使ったプリントとか残してるから、それ使えばできるかも。が、このページはやってないぞ。風は確かにあんまりだった。さっきは降ってた、本当？でも確かに外から音がしてくるんよね。え、のど自慢、え、山口のだよね。中止になっちゃってたね。本当になんか、SK さんとかも複数流れてきたけど、いろんなグループさんがさ、この台風によって中止だとか延期だとかね、いっぱいあったね。悲しい。 T シャツの文字なんて書いてあるんこれ、わからん。なんかこれは1枚で着れるワンピース。家でなんかラフな服、外に出るってよりは家の中でそう着ちゃう1枚のワンピースみたいなやつなんだけど、どういう意味なんだろう、わかんない。こういう
意味というか前調べとったけど最近調べてないからどうしよう、変な意味だったりしたら私の髪の毛はワカメですみたいなこんな単語でそんなことあるかみたいな感じなんだけど、そう、何これ、はこれなんて読む、今英語の勉強中なんだけど、ちょっと なんて読むんだろうね、これなんて読む、なんていう意味なんだろう、わかんないな。私は課題を頑張るんだ、みんなと七並べしたいから頑張るんだ、偉いでしょ。これ教科書に書いてあるのと違うやつやん、もう一番悲しい。そう、なんて意味なの、なにこれはなんて意味、これは実質鬼滅、鬼滅やな、どういうことどういうこと、メンテナンス、え、終わんないね、かまどと試練、確かにそれは鬼滅やん鬼滅かも。後ろ、ちなみに後ろもなんかさあった気がするんだけど、ない、書いてある、え、後ろはなんて書いてある、これ、あ、後ろも同じか後ろも同じでしたかまどですか、ファーです、ほえー、あんま使わないな、まだメンテ中、あ、8位来たけどメンテ中か。なんか過去のさメンテナンスで長い時いつかなって見てみたら、なんかね、いつだったか8時半までメンテナンスしてた時あったから、ワンチャン歯に来たりしんかな。そう、後ろ、そう、大きいんよこれはなんか新幹線移動とか家とかでゆっくりしたい時はめっちゃ楽、1枚で切れるから、そう、楽ちんなんです。後ろめっちゃ大きい字だよね、これは。そうかな、13番、そう、あ、英語にして、11番12番、さあ、アップか、これはアップ、12番、アップ、やりたくないよ、やりたくないけど頑張ってるよ、うん、これはこれはこれか、 OK、 よし大丈夫、英語はもうすぐで半分いく、頑張ってるよ、頑張ってるよ、ゆいなちゃん、あれ、どっかいた、わー、せっかく単語見つけたね、やった、せっかく見つけたのになくなっちゃうとこだった、あ、ここにあるじゃん、よいしょ、オッケー、よいしょよいしょ、こんばんは、こんばんは、七並べね、メンテナンス終わったら一緒にしようね、か、漢字 T シャツみたいな感じ、え、わかる、海外のことがね、方が面白いね、日本語の着てたりするよねそう、課題ちゃんとしてるもん、暖炉のつもり、なるほど、いちご七並べをしたいと暴れてます、暴れないで英検だと準一級レベルの単語、そりゃ私には無理だそりゃ無理だ、そう、テロップに宿題中、確かに課題をしながら
たい。私テロップ書かないことが多いよね、いつも忘れちゃう。短い配信が多いしね、どうしてもレッスン終わってとかだと。よいしょ、変な T シャツ送る。え、なんかあずみんさんがね、最近レッスン来るたびにね、そうファンの方からいただいた面白い T シャツを着てくるの。そう、なんかできた嫁ですみたいなそう、キャプテンとか将軍とかね。そう、あ、それもしかしてファンの方からですかって言ったら、そうなのって言って、いっぱい送られてくるようになっちゃったって言ってらっしゃって、かわいいあずみさんかわいいですね。よいしょ、何気にねレッスンの一つの楽しみかもしれん、あずみんさんの T シャツを見るのはでもこれからさ 2.5 期さんと3期出るってイベントがさ、今のところ特に決まってないからさ、今後レッスンが一緒になることが多分ユニットとかで、たぶんくるくるさんとかとはあると思うけど、減っちゃうのは寂しいなって思う。すごくずっとね、去年の夏から何かしらレッスンで一緒だったから、その点は悲しいですね。これかうだな、これはよいしょ、とばそう、とばそう、ディファレントフロム、これは絵ですね。よし、半分終わった、半分終わった、さっと、悲しい、音があるのはどこですか、どこですか、ったらどこですか、ないです、そんなの。うん、教科書見てね、できる系はいいんだけど、教科書に書いてない系とかだともうやりたくないってなる。君は教科書にいない系なのか、そんなことあり得る。あ、でもこれあるね、ウィズ、これはウィズですってことでいいですね。あなたは17番い、ちょっと16番置いておこう。18番、ひ、難しいですね。あ、これもない系だ。16番と18番。やだ、やだ。一旦飛ばして次に行こう。こんばんは、こんばんは。アナミに T シャツいっぱい送られたらしい。そりゃね。いつも違うね。面白いの着てくるんだもん。奥沢にはジョージの T シャツ着そうだわ。確かに自分がね、あのアイドルに送ったやつをね着てくれたら嬉しいよね。みんなもいつか私が昇格して送れるようになったら送ってね。そう、着るね。アジです、え、アジですも見たことあるよそう、将軍 T シャツ着てたね。あれだね、8月25の日は将軍だった。そう、そうなのよ。え、キャンパスボード、うちのお母さんもキャンパスボード届いたって。今年なんかさ、室内で撮ったからか、去年よりもさ、なんか色って感じがあんまなかった。そう、去年のと比べてみたいよ。お母さん去年のも買っとったから2枚そう届けて、2枚あの写してた。キャンパスボードね、あれが何枚になるかだねだって1期生さんとかもうたくさんなんでしょ、もう2桁に近づいてきてるわけだから。あーしゃ、去年と比べて大人っぽくなったねって言われた。ロングアゴなんですか。うわ、苦手な系だ。組み替え系は苦手です、無理です、できません。組み替え系苦手だね。
うかな。これはいや、もうできない。10枚は欲しい。10年ってこと？全部集めてね、ぜひ。そう、視線カットライトでね、変わるよね、色味も。英語もうでも半分来てる。頑張ってる。あと12問。頑張れ頑張れ頑張れ。組会計は苦手です。やりたくないよ、やりたくないよ、頑張ってるよ。うーん、これは2違いますかね。これは A ですね。次、これ教科書51ページ、はい。いいですね。またはいいです。あとかんで、あ、うん、ひから始まるやつ、あれ、でも。アンド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 、あ、28番がアだね。28番がア。27、ユードンとユードンとから始まるところはあったん。お、オールザアンドオールザ、ええですね。ええですね。え、27番、え、27番、え、頑張るよ。どこですか。あ、ここですね。え、ん、本当in my house to stay in my house。 うですね、これはうですね。ってことは残ったのだからいとうとえーと、あーってことはこれおですね。あなたはおです。おしかありえません。よいしょ。これがちょっと文を翻訳して調べてみましょう。はい、英語があとちょっとで終わりそう。今回の英語いつもより難易度が低い。嬉しい。いや、あですよ。やばいやばい。問題知られている。メンテね、確かに未定だからね。いつになるだろう。確かに確かに。そう、難しい。そうなの。うかもしれません。みんな紛らわせようとしてくる。もうみんな、よしよしよ、調べましょう。これの意味を。この時代、今の時代、とても便利なことに簡単にコピーペーストして翻訳することができてしまうのです。わ、やば、間違えてページ消そうとしちゃった。危ない。これ消したら私が今まで頑張ってたのが消えてしまうでしょう。物事をすぐに学び理解することができます。特定の言葉を行うのが上手である。
うん、